お待たせいたしました。ではこれよりルビープライズ2015表彰式を開始いたします。ルビープライズは新たにルビーコミュニティに貢献した方を表彰する、いわばルビーコミュニティの新人賞として2013年よりスタートいたしました。受賞にふさわしいと思われる方を広く世界中からご推薦いただきまして、一般財団法人ルビーアソシエーション、一般社団法人日本ルビーの会、そして松江市によって組織される実行委員会による審査選定を得て、本日受賞者の発表と表彰が行われます。それでは表彰式に先立ちまして、ルビープライズ実行委員会委員長松本幸宏よりご挨拶を申し上げます。はい、今年も頑張りましたもういいですよね。はい、ルビープライズ今年も差し上げます。素晴らしい方をノミネートさ、いろんな方々をその推薦していただいて、その中から3名の方、本当に素晴らしい方をノミネーションさせていただいたことを、喜ばしく思います。今日はですね、その中から1名の方にルビープライズを、また、2人の方にはその最終ノミネートとして、賞を差し上げたいと思います。ぜひですね、誰がなってもおかしくないと思いますので、ぜひお参加とも祝福してあげてください。よろしくお願いします。はい、松本委員長の挨拶でした。続きまして、同じくルビープライズ実行委員会松江市長松浦正隆の代理であります松江市副市長能見博明よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。紹介いただきました松の副市長の能見でございます。改めまして水の都、そしてルビーシティ松江、お越しいただきまして本当にありがとうございます。心より歓迎をする次第でございます。松浦市長が3年前のルビーワールドカンファレンスでルビーに関わる皆さんがハッピーになる仕組みを作りたいと発言したことを契機に始まったこのルビープライズは、新たにルビーの普及発展に貢献された方にスポットを当てるということで、志を同じくするコミュニティの皆さんの励みとなり、一層コミュニティへの求心力が高まることを期待して賞を授与しているところでございます。今回ルビープライズにノミネートされました高尾様、ダローズ様、西田様におかれましては、いずれもルビーコミュニティの新人賞を受けるにふさわしい活躍をされており、心から敬意を表しますとともに、ルビーワールドにおけるますますのご活躍を期待をいたすものでございます。さて2006年にスタートいたしましたルビーシティ松江プロジェクトでございますが、今年の7月に10年目の節目を迎えたところでございまして、実は私もこのプロジェクトの立ち上げに関わったところではございまして、ここまで国内外から注目を集める大きなプロジェクトになりましたことは本当に嬉しい限りでございまして、これまであらゆる場面でプロジェクトの発展にご尽力を賜りました皆様に心から感謝を申し上げる次第でございます。そしてこのプロジェクトの成果の一つとして、来年度からは市内の全中学校でルビーを教材とした授業を行う運びとなったところでございます。将来を担う子どもたちにルビーに触れる機会を創出することで、IT 分野に対する興味関心が起こり、中学生ルビークラブなど本社、島根県松江高専、島根大学が提供する次の学習ステップへの参加や進路を選択する際の一助としてくれることを大いに期待しているところでございます。今後もルビーシティ松江プロジェクト関係の皆様と連携しながら継続して実施していくことで、ルビーの発展に貢献したいと思っておりますので、何卒よろしくお願いを申し上げるたいと思います。お会いになりましたけれども、ルビープライズ2015の実施にあたりまして、ご尽力を賜りました松本様、ルビーアソシエーション、そして日本ルビーの会をはじめとする多くの皆様に心から感謝を申し上げ、挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。能見副市長の挨拶でした。さあ、それではいよいよルビープライズ2015受賞者の発表です。
松本委員長お願いいたします。はい、ルビープライズ2015年、受賞者は、西田直樹さんです。はい、おめでとうございます。西田様、ルビープライズ受賞となりました。それでは早速表彰に移らせていただきます。最初にルビープライズ2015を受賞された西田直樹様、続いて最終ノミネートされましたベノア・ダローズ様、最後に同じく高尾浩二様の順で行います。それではルビープライズ2015を受賞されました西田直樹様からどうぞ進みください。はい、ルビープライズ2015西田直樹殿、ルビーの普及と発展は開発に協力してくださった多くの方々の努力の結晶です。あなたの活動はルビーの普及と利用促進に大きな貢献をされたものと認められました。よってその栄誉をたたえここに称します。2015年11月12日ルビープライズ実行委員会委員長松本幸宏。表彰状とトロフィーが松本委員長から贈られました。そして農民副市長から副賞100万円のプレートが授与されます。おめでとうございます。ではせっかくなのでスリーショットでお写真いかがでしょうか。写真撮影をさせていただきます。どうぞもしよかったら会場の皆様もご撮影ください。はい、よろしいですか。はい、ではここで、石田様一言お願いできますか。はい、はい、今のお気持ちを。はい、西田でございます。普段大学で、大阪の方で学生をしております。そうですね、今回表彰をいただいた、ライブラリーのプロットっていうのは、まあ、非常に難産でして、すごい作ってる間はすごい苦しかったんですけども、まあ、この賞をはじめとして、まあ、いろんな賞をいただいてとても嬉しく思います。これまで継続できたのはそういう、いろんなところで表彰いただいて、褒めていただいたのが、それが原動力となっていると思いますので、お礼を申し上げます。ありがとうございました。おめでとうございました。どうぞお座りください。では続きまして最終ノミネートされましたベノア・ダローズ様の表彰に移らせていただきます。どうぞ。Ruby Prize 2015 final nominee, Mr. Benoit Dallos. The development of Ruby is the fruit of all of our efforts. In recognition of your outstanding contribution to the development and spread of Ruby, November 12, 2015, Ruby Prize Executive Committee Chairman Jefferson Yukihiro Matsumoto. Yeah, congratulations.表彰状に続いてトロフィーが贈られます。そして農民副市長から、はい、副賞10万円のプレートが授与されます。はい、ありがとうございます。では続いて記念撮影です。ありがとうございます。すいません。はい、最終ノミネートベノア・ダローズ様、本当におめでとうございました。はい、では一言ここでいただきたいと思います。
Hello. I'm Benoît Dalloz. I come from Belgium in Europe. And I'm very honored today to receive this prize. I really would never have expected something like that. So I really feel thankful to the Japanese community and to Matsui at this conference. I'm not the maintainer of RubySpec. RubySpec is a runnable specification for the Ruby language. And so it's a sort of a test suite that covers the behavior of the Ruby language itself. One of its main aims is to guarantee compatibility between implementation, or to at least make them more compatible, so that if you have one script running on one Ruby implementation, then you can easily port it to another, and you can expect at least all the core and core behavior to be the same. This is particularly important for me as well, personally, because I'm a researcher in Austria, and I'm doing research on a new Ruby implementation. And so we want to be compatible. We'd like to compare performance and compatibility, and for this we need a tool. And so RubySpec is a very good tool for this. I'm also really proud of this test suite because it's very well engineered, and it tries to describe maybe what a formal specification doesn't do. So there is the Ruby ISO specification, which is formal and describes really like the main part. And then you have all the small little details that still makes what Ruby is. And so that's what we are trying to test also, to make sure like that all the little details that people rely upon also work on other implementation. That's it. Thank you. Benoît Dalloz様、おめでとうございました。ありがとうございました。では続きまして、同じく最終ノミネートされました高尾浩二様の表彰に移らせていただきます。Ruby プライズ2015ファイナルのみに、高尾浩二殿、Ruby と復旧と発展は開発に協力してくださった多くの方々の努力の結晶です。あなたの活動は Ruby の普及と利用促進に大きな貢献をされたものと認められました。よってその栄誉をたたえ、ここに称します。2015年11月12日、Ruby プライズ実行委員会委員長、松本幸宏、おめでとうございます。ありがとうございます。表彰状と、そしてトロフィーが贈られます。農民副市長から副賞10万円のプレートです。はい、それでは記念撮影をしていただきます。最終ノミネートされました高尾浩二様、はい、本当におめでとうございました。では高尾様からも一言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 NPO 法人 Ruby プログラミング少年団の理事長をしております高尾と言います。またネットワーク応用通信研究所の社員で松本さんの同僚でもあります。今回ですね、受賞最終ノミネートまで残れましたのはスモールビーというツールの開発と、あと NPO 法人 Ruby プログラミング少年団での活動というところだと思っております。スモールビーはご存知かもしれませんけれども、小学校3年生以上からプログラミングを学べるというツールになっています。また私たちの団体はですね、小学校3年生から主にですね、中学校2年生ぐらいまでの子どもたちに、私たちが普段仕事で使っていたりする Ruby を、使えるようにしたいと、子どもたちでも使えるようにしたいということで、プログラミング教室を、定期的に行っています。延べ300人弱の子どもたちに、1年半ぐらいで教えておりまして、でまた中学校にはですね、スモール B が使っていただけるということで、本質的に Ruby のシンタックスを理解している子どもたちっていうのがですね、毎年約2000人ぐらいですね、
この松江市では、誕生していくということが来年度以降行われている予定になっております。以前、別の方がお話しされていた中でそういったことが起こると仕事とか会社を経営する上でもその将来のビジョンが立てやすいという話をされていました。そういったところにもですねちょっと長い目ではあるんですけども貢献できているというところが私たちが、の活動と私自身がこうやって、最終ノミネートに残させてもらったところかと思っております。これからも頑張っていきたいと思いますのでぜひ、皆さんのご支援をお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。高尾様本当におめでとうございました。それでは最後になりましたがルビープライド2015を受賞されました西田直樹様に受賞記念スピーチをいただきます。西田様以外の皆様はここでご講談をいただきまして会場の席にご移動ください。では西田様よろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました、西田でございます。これから、受賞作品のナプロットとミコンについて少しだけ説明させていただきたいと思います。まず、簡単な自己紹介ですけども、大阪で生物工学を専攻しております。特に大学を休学中とか、留年して授業がないというわけではなくて今日もちゃんと授業をサボってこちらに来ます。普段は、どういうふうにお金をもらっているかというと研究所で細胞シミュレーターをの開発をお手伝いしてお金をもらってます。ここで、可視化 3D で可視化するようなソフトウェアを作ることがありましてこれが、今回の受賞作品にもつながっております。ナプロットっていうのは何かっていうと Ruby 向けの、可視化ライブラリーです。グラフを作るためのライブラリーと言って構いません。ここにつけました汎用っていうのは、いろんなプロットいろんなグラフを作れるようにしようっていう風に考えて作っているライブラリということですね。どんなグラフが作れるかっていうと、3D プロットのほか 2D プロット、またここに映ってますけども地図だとかあと、ゲノムのプロットとかもできたりします。皆さんどれくらいグラフを作ったことがあられるか分かりませんけども、僕たち理系にとってはすごい、身近なものでして、まあ、大昔からこういうものは存在します。例えば、1979年、僕まだ生まれてないですけどもアップル2っていうマシンがありまして、ここでこの、まあ、調べたところこのアップル2で、グラフを作るソフトがすでにあったっていうことで驚きました。でまた、これも生まれる前ですけども、1980年にカシオが作った、グラフを描画するためのマシンなんていうものもあったらしいです。また、1986年にはグニュープロットと言いまして、今でも使われているようなすごい、多機能なプロットグラフを作るライブラリがすでにありました。このようにですね、もともと必要なものですので、まあ、昔からいろんな、ライブラリだったり機械だったりが発明されてきたわけですけども、なんでわざわざこんなものを新しく作る必要があったのかっていうお話をします。実は、こういうグラフを作るライブラリっていうのは、ずっと継続して作られています。新規開発されていまして、特に最近競争が激しくなっているところでもあります。例えば2012年には Python でボケというライブラリが開発されました。これはアメリカ陸軍だったか忘れましたけど DARPA っていう軍が支援する基金があるんですけどもそこのお金の支援を受けて作られたライブラリです。またプロットリーってこれは民間の企業ですけども2013年4年あたりかと思いますけどもこういうライブラリも新しくできています。なんでこんなライブラリが今になってポコポコ出てきたかっていうと、理由がありまして、まず、対話性っていうのが一つの大きな、特徴となります。またもう一つウェブに、適用してるっていうのも一つの特徴であります。これは、先ほどの2つのライブラリ以外僕のライブラリにも共通する点になります。まず、その対話性またウェブっていうところで、まず言えるのがまずはその実行環境です。これまで対話的な実行環境っていうと、シェル、それにネイティブの GUI っていうと、
文字ばっかり出てくる画面に、また別のウィンドウで、グラフを作るウィンドウっていうのが、割と、共通な特徴でした。例えば GNU プロとかもそうです。それが、これからはというか僕のライバリも含めて Jupyter Notebook という、環境で動くことが多いです。 Jupyter Notebook っていうのは何かっていうと、ウェブ上ブラウザ上で動く Ruby の実行環境になります。これを使うことで、プロットグラフを作りやすくなったり、また、これを共有したり共有するのが楽になったりできます。まあ、例えばメールでリンクを貼っ付けたり、また LINE でメールを送る、メールじゃない、 LINE で URL を送るとか、まあ、そういうことが簡単になります。というわけで、これは実際に見ていただかないとわからないかもと思いますので、デモをやりたいと思います。これが Jupyter Notebook の画面です。こんな風にですね、プロットを作ること自体はすごい簡単で、3行4行くらいでここまでできます。で、まあ、これは一次曲線って言ってしまえばあれですけども、すごい単純なので、もうちょっと複雑なものをやってみます。ここでデータを作ってプロットしてみます。これなんだか分かる人いらっしゃいますか？多分いないと思うんですけども、これはこれちょっと色分けしてみますと、これで分かる方いらっしゃいますかね？もうちょっと、まあ、縮小してみると、ここが円の一部に4分の円の4分の1になっているのか分かると思うんですけども、これは何でしょうと言いますと、こんな感じの、こんな感じですね。これはモンテカルロ法って言って、確率的に何かを求めるときによく使う手法なんですけども、これで円周率を求めています。円周率って多分、僕らはおよそ3で習ったみたいなんですけども、まあ、結構複雑というか導出が難しい定数でありまして、まあ、いろんな手法があるんですけども、これが、僕たちにとって多分かなり、求めやすいものかと思いまして、ここ、見えますかね。今これだけのデータで 3.176 っていって、まあ、およそ3ですねになっておりますけども、これは何かっていうと、まあ、ランダムに点をプロットしてみて、その点の割合で円周率を求めるプログラムになります。こういったふうにですね、今適当に実行しながら動かしましたけども、例えばこういうふうにこの場で編集ができます。てか、まあ、これは編集しながら書いたものです。これがすごい大事なポイントでして、まあ、いちいちプログラムを書いて、それが、もう一回実行し直せるとか、まあ、データを変えて実行し直せるとか、まあ、そういうことが、かなりクリティカルに効いてくる分野になります。まあ、これはすごい単純な例ですけども、例えば僕たちが実験とかをしようとすると、多分大体これスキャッターというか、まあ、サンプ図とか、で、まあ、大体終わってしまうんですけども、それ以外にも、まあ、いろんなプロットができるように一応なっております。例えば、これは、何かって言いますと、ちゃんと出てますね。これ 3D プロットでして、こんな感じでグリグリ動かせます。そうですね。これはただただかっこいいだけで実用性はほぼないですね。あとはこれはちょっとだけ実用的かもしれないんですけども、かなり綺麗な曲線ですよね。これは、微分方程式を解くと現れる曲線で、これはちゃんと物理的意味があるものです。だとか、あと、そうですね、これは何かと言いますと、これはどこだった、アメリカの確か気象局かなんかから持ってきた気象データでして、はい、こんな感じのものが出ます。これは何だかお分かりでしょうか。まあ、地図はそうですが、そうですね、こんな感じで矢印がいっぱい、矢印っていうか、まあ線がいっぱい出てると思うんですけども、これは実はその例えばここの地点の風向きとその、風の強さを表しています。で、まあ、これだけでもまあ結構、まあ、見やすいとは思うんですけども、これをもうちょっと見やすくしてみたいと思います。で、ここでちょっと計算をします。で、色も変えてみましょうと。で、どうなるかと言いますと、こんな感じになります。薄くて見づらいですが、
本当に見づらいですね、誤算ですが、ちょっとですね、分かりにくいですね。渦巻きができているんですね、ここに。実こういうふうにですね、風って割とこう炎上というか、こうぐるぐる回ってるところができやすくてですね、それがまあうまいこと見れるよっていうライブラリになります。で、そうです、ここ若干色が違うのが お分かりでしょうか。ここちょっと色が濃いですよね。ここは全然見えませんね。これはその風の強さによって色を変えてるライブラリに、変えてるということになります。でそれを指定するのはまあここで、まあ、3行くらいでこんなことができます。まあ、こんな感じでいろいろ使いやすいライブラリーということですね。はい、ではスライドに戻ります。ここまではですね、これまでいろんなところで散々話してきたことでして、多分松本さんとかはもうほぼ聞き飽きてる感じだと思うので、これからはもうちょっと、高度な話をしたいと思います。これまでの、これまで説明した機能っていうのは、まあ、確かにすごい、まあ、昔からするとすごいことではあるんですけども、今になってはそんなに珍しい機能ではなくなってきてます。それだけではなくって、まあ、ニャプロットの強みを出そうとしているのがこの点になります。もうちょっと対話性を高めたグラフを作りたい。これは僕生物の専門なんですけども、生物学者とかがまあすごい欲しいもので、これゲノムをグラフにしたものなんですけども、ゲノムのデータっていうのは非常に大きくてですね、一度に画面に表示しようとするととても収まらないし、まあ、最悪、ソフトが落ちる、パソコンごと落ちるみたいな、データなんですけども、それを、ストアしていく、それを貯めておく、パソコンを別に置いておいて、まあ、パソコンじゃなくてもいいです、自分の手元でもいいんですけども、それを、見たいとこだけこうちょっと抜き出してくるみたいな、グラフになります。でこれを、さっきのような、グニュープロットだとか作るのは、まあ、非常に難しくてですね、グニュープロットっていうのはいろんな人がいろんなプロットを作るために作られたもので、こういう専門的なものはほぼ扱えないのが、まあ、難点でした。でそれを、使えるようにしようとしたのが、去年の冬から今年の春にかけて、ずっとお金をもらいながら開発してたミコンっていうのが、それに貢献していまして、ミコンっていうのは、データフレームライバリーっていう、まあ言いますけども、データの枠というか、まあ、型みたいなのを決めるようなライブラリーです。でこれが何に使えるかっていうと、端的に言いまして、さっきのデータを置いておくサーバーと、それを表示する側で、バラバラのデータを管理してたんですけども、それを共通化できるっていうのが、いい点になります。さてそれをデモ、これも、ちょっとだけデモします。これはですね、残念ながらゲノムではないんですが、ちょっとあれはでかすぎて用意できなかったので、地図を登場させてみました。これはですね、各、ダミーデータではあるんですけども、各、この国の人口を表したいなというグラフになります。こんな感じで、まあ、変わっていく、まあ、各国のデータが現れるんですけど、まあ、こんなものはまあ JavaScript で書けば1時間くらいでまあ作れるんですけども、なんでこれがいいかっつうと、奥にこの膨大なデータが隠れていて、それをリアルタイムに送ってそれを表示するっていうのがいい点になります。ではスライドに戻ります。さて、まあ、多少長くなったのかな、長くなりましたが、ここで結論に至ります。Ruby の標語は、多様性は善らしいですけども、僕たちの合言葉は、対話性は善です、対話的な、グラフを作りましょうと、しかもそれは対話的に作りましょうっていうのが、結論になります、まとめになります。ここでスライド終わりなんですけども、最初にこのライブラリを作り始めたのは Google Summer of Code という Google が主催するイベントのがきっかけになりました。それをきっかけとして SciRuby という団体に支援をいただきながら開発を進めていました。
また、それが去年の夏まででお金が切れたんですけども、それからその後の開発には Ruby アソシエーションの方からお金を50万円ほどいただいて開発を進めていました。というわけで感謝と示したいと思います。ありがとうございました。では、はい、受賞スピーチをしていただきました。ちなみに副賞100万円ですけれど、はい、使い道はもう決まりでしょうか。まだ決めてはいないんですけど、先ほど、はい、表の方で、はい、Ruby アソシエーションの徳永さんが寄付をその寄付ということだったので、なんかどうでしょうね。分かりません。いや、まだ決めてませんが、普通にしたいと思います。はい、ちょっとニコニコしておられる方がいらっしゃいますけれども、はい、まあ、またぜひこれからのね、また活躍に、活用していただければと思います。はい、本当におめでとうございました。ありがとうございます。どうぞお席の方に、はい、お願いいたします。はい、それではここでまた今一度、ルビープライズを受賞されました西田直樹様、そして最終ノミネートされましたベノア・ダローズ様、高尾浩司様、今一度拍手をお送りしたいと思います。本当におめでとうございました。